日本人の心を歌う吟詠芸術の祭典、平成3年度全国名流吟研志武道大会が5月5日九州大分県の大分文化会館ホールで盛大に開催されました。この名流大会も全国各地を持ち回って20回目を迎え、17年ぶりに再び緑あふれる豊かな人間都市、この大分の地にやってまいりました。おかげさまでこの大会も年に重視を極め、三笠宮妃殿下を総裁にいただく恩師財団母子愛会の登山公園としても広く周知されるところとなり、微力ではございますがこの事業のお役に立たせていただいておりますこと、大変光栄に存じております。三笠宮妃殿下からお言葉をいただきます。本日ここに吟詠志武剣舞道の全国名流大会が第20回を迎え盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます。最近はともすると日本の古き良きものがあるいは忘れられ、あるいは失われていくように思われます。このような時に皆様が我が国の伝統ある吟研志武道を盛んにし精神文化の高揚に寄与しておられることは誠に尊いことに思います。本日ここに三笠宮妃殿下のご臨席を仰ぎ、恩師財団母子愛会奉賛平成3年度全国名流吟研志武道大会がこのように盛大に開催されますことを心からお喜びを申し上げます。大分市は緑あふれる豊かな人間都市をキャッチフレーズに掲げ、豊かな自然と人間が共存する個性あふれる都市づくりに日夜邁進いたしているところでございます。さて本日開催されます吟研志武道大会には全国各地から多数の出演者をお迎えし、日頃から修練を積まれた成果をご披露していただきますことは、市民にとりましてまたとない絶好の機会であり、吟詠、剣舞、志武道の普及発展に寄与いただけるものと強く期待しております。笹川会長より恩師財団母子愛育会の大山会長に奉賛目録が贈呈されました。大会は5部構成で行われ、正倉コンクール決勝入選者、地元九州地区の少年少女代表が自慢の喉を披露、満員の観衆を魅了しました。